グーテンタークリーブヘアー、こんにちは、筑波正則のドイツ文学の森。今日は第12回目です。この番組も放送開始から2年目を迎えています。まだまだお話を続けていくつもりですので、よろしくお付き合いをお願い申し上げます。本日も異界文学の話を続けたいのですが、その前に三角山放送局の創業者であり取締役の木原久美子さんを追悼申し上げたいと思います。三角山放送局を創設された木原久美子さんは1月2日に67歳の生涯を閉じられました。男性社会の中にありながら率先して新しい理念のコミュニティ FM 放送局を設立するという偉業を成し遂げた木原さんにはただただ感服するばかりです。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。私は木原さんと特に親しかったわけではありませんが、一度だけ三角山放送局創設の動機などについてお話を伺ったことがあります。お話を伺って興味深かったのは、これは木原さんのお通夜の席上で葬儀委員長の、三角山放送局社長杉澤博樹さんがおっしゃったことでもあるのですが、木原さんがロンドンのハイドパークの一角にあるスピーカーズコーナー、これを見たときに、ご覧になったときに、三角山放送局のあるべき姿のイメージがひらめいたということです。で、ご存知のように、スピーカーズコーナーとは、何か発信したいことを持つ人、何か言いたいことがある人は誰でも、もちろん王室を誹謗したり、現体制の転覆を主張することはタブーですけれども、誰でも自分の考えを語ることができるという場所です。で、木原さんは、これだ、三角山放送局もそうした場にしたい、と思われたとのことです。それを伺って、私は、非常に合点がいきました。なるほどと思った次第です。事実、三角山放送局では、現在とても多くの方々がパーソナリティとして、自分の思い、意見、情報などを、番組を通して伝えていらっしゃいます。で、やや大げさな言い方になりますが、ここにはいわゆる民主主義の基本的な実践があります。で、民主主義についての本格的な話にここで入ることはできませんが、一つだけ申し上げるならば、集団や組織の構成員、この構成員の主権を重視する。これが民主主義ですけれども、この民主主義においては、構成員それぞれが各自の意見、見解を持ち、それを述べること、そして各自が物事の決定に加わる、参与する。これが認められている。この点が重要なのです。しかし、現実には、いくつもの理由から誰もがそれを実行できるわけではない、というものがあります。ですから、意見のある人には誰にでも門戸を開放しよう。という、三角山放送局の理念は、それだけ注目に値するものであり、伝えたいことがあってもなかなかその機会に恵まれない人々、そういう人たちに実際にその場を提供するというこの放送局の取り組みは意義深いものです。三角山放送局は1998年の開局ですから、もう20年以上も活動を続けています。で、私はあまり、個人的な話はしたくないのですけれども、今日は例外的に三角山放送局と私との関係についてお話し申し上げます。なぜかと申しますと、そのことで三角山放送局の取り組みの一例を具体的にご紹介できるからです。で、2007年に先ほどお名前を挙げた社長の杉澤さんが当時私が勤務していた大学の研究室にやって来られました。で、杉澤さんの御用向きは、札幌には相当数の外国人の人たち、方々が住んでいるけれども、札幌で不自由なく日常生活を送るための情報が彼らには十分に提供されていないのが現状です。三角山放送局は彼らにそうした情報を彼らの母国語で提供する番組を作りたいというものでした。で、私が担当していた大学院には留学生が多いので、その中からパーソナリティを募れないだろうかというのが杉澤さんの意向でした。こうした発端から誕生したのが現在も続いている札幌ナビゲーションという番組です。
で、現在は毎週金曜日の14時から15時に放送されております。週替わりで中国語、韓国語、英語で番組がローテーションを組んでおり、もちろん番組はそれぞれの言語のみで伝えられます。実はこの番組がスタートした直後に NHK 札幌放送局が夕方の番組でこの取り組みを紹介しております。で、その放送の中では韓国語放送のパーソナリティのイボンさんという方が、放送の背景とかどういう工夫をして放送しているかということについていろいろお話していらっしゃいます。で、またこの番組の最後の部分では、先ほどご紹介いたしました杉沢社長ご自身が、札幌ナビゲーションを作るに至った動機と、札幌ナビゲーションという番組が持つ意義についていろいろとご説明されております。で、もう少しこの話題を続けようと思いますけれども、その前に、一息入れて本日の第一曲目をお聞きいただきたいと思います。本日の第一曲目は、Halt dich an mir fest、しっかり抱きしめ合ってという曲です。歌です。2010年の曲です。Revolver Held というグループが、マルタ・ヤドバという歌手と一緒に歌っております。レボルバー・ヘルトは、ハンブルク出身のロックバンドです。で、いろいろヒット曲を生み出す傍ら、2008年のサッカー欧州選手権の公式応援歌も歌っております。で、マルタ・ヤドバ、女性歌手ですが、は1974年、プラハ生まれのロック歌手。で、お父さんも音楽家でした。で、1993年にドイツにやってきましたけれども、すぐにその才能を認められて、ロックバンドのリードボーカルを務めております。で、Halt dich an mir fest、しっかり抱きしめ合ってという歌は、付き合ってはいるんですが、お互いの間に距離を感じて、孤独感を抱く二人。この二人が、それでもお互いにしっかり抱き合うことによって、孤独を乗り越えようという歌です。男女のそれぞれが、しっかり抱きついて、それが今できるすべてなどだから、という歌うリフレインが印象に残ります。では、お聞きください。Halt dich an mir fest、しっかり抱きしめ合って。三角山放送局。札幌ナビゲーションの話を続けます。他の番組と同様に、この番組もインターネット上で世界に同時発信されているので、韓国や中国にいる番組パーソナリティの親族や友人などは、この放送を聞くのを楽しみにしているらしいです。で、パーソナリティを務める彼女たちの、この三角山放送局での実践経験は、大学の側から見ればインターンシップと呼ぶことができます。これはインターンシップとは、学生が一定期間ある組織団体で、何らかの業務を経験することを授業の一環として捉えて、業務に従事する様子全体を受け入れ側から評価していただき、それを単位化するというものです。で、こうした経験を経た彼女たち、韓国語放送の初代パーソナリティのイボンさんは現在札幌市内のある大学の専任教員として働いていますし、中国語の初代パーソナリティのケイヒさんはジャーナリストとして活躍しています。さらに続けてご紹介させていただくと、実は土曜日の三角山リレーエッセイのパーソナリティの中にも、もう二人、私が担当した大学院の修了生がいらっしゃいます。その一人は、読書キャラバンを担当している読書コミュニティうろこ会の代表、木村和夫さんです。うろこ会というのは、本が好きな人たちがおすすめの本を持ち寄って、それぞれ5分以内でその本を紹介するという集まりです。自分が知らなかった本の存在や情報に触れることで、目からうろこが落ちる。ので、この会をうろこ会と名付けたということです。
もう一人の大学院修了者は、サバサバフレンチを担当している長野義弘さんです。この方は、オブジェクティブという、広告などを扱う会社の代表者で、番組のタイトルが伝えているように、特にフランス文化一般に非常に通じている方です。少しでも関心を持たれた方は、週は違いますけれども、同じ土曜日の放送ですので、ぜひ一度このお二人の番組をお聞きください。もう一つ付け加えさせていただくと、金曜日にはフライデースピーカーズという番組がありますけれども、不定期でこの番組を担当している北郷ひろみさんも私が担当していた大学院の博士課程を修了しております。現在大正大学の教授ですけれども、以前この三角山放送局で働いていたことがあります。実は先ほどご紹介申し上げた札幌ナビゲーションの件で、杉沢さんと私との間を仲介してくれたのがこの北郷さんです。以上、個人的な話を申し上げましたけれども、この他にも私が2番目に勤務した大学の学生さんたちも三角山放送局で番組作りを経験しています。で、これについてもいずれお話しする機会があるかもしれません。いずれにしてもこれらの例は三角山放送局が学術機関との相互関係を築き上げながら社会貢献を果たしているということを伝えています。このことを申し上げておきたいと思いました。さて、ここからはいつもの異界文学の話に戻ります。で、ドイツ文学の森は2年目を迎えるわけですけれども、これからこの番組がどんな方向に向かうのか、今後の行き先のイメージを持つために、これまでの放送内容を振り返って、私たちがどんな道をたどってきたのか再確認してみたいと思います。で、第1回の放送では、異界文学への導入として、サイモンとガーファンクルの歌で有名になったスカボロフェアを取り上げて、その歌詞が持つ不思議な要素、具体的には不条理な要求なんですけども、これに注目し、これが妖精の語りかけの歌であるという説を紹介いたしました。そして、異界からやってきた恐ろしい妖精に連れ去られないために、語りかけられたものは無言を貫いているということをお話ししました。ここには異界、つまり日常界の外の世界、そういう世界の存在。で、異界の存在の日常界への侵入、そしてそれへの対処法が描かれていますけれども、この回の放送ではこの例を見ながら、なぜ異界文学が作られるのか、創作されるのか、異界文学を読むことの意味は何かという問いを立てました。そして、次の3つの回答を考え出してみました。1つ目は超自然力の存在です。人間を取り巻く世界、いわゆる自然界には人間の合理的な思考を超えた人間の力では制御できない強大な大きな力が存在するということを異界文学は象徴的に伝えて、私たちを取り巻く現実の再確認を促しているというのが一番目の回答です。で、人間が制御できない力が存在するということは、20世紀の末から今までに私たちを襲った大災害の例を見ても納得していただけると思いますけれども、もう一つ、この力はあるタイプの人間にも作用し、その人間を並外れた創造的行為、場合によっては破壊的行為ですけれども、こういった行為へと導くこともあるのではないかと私は考えています。で、ドイツ語にはデモーニッシュ、魔人的という言葉がありますけれども、この言葉はそうしたケースを表しているのではないかと思います。ゲーテやワーグナーにその例を見て取れると考えますけれども、これについてはこの先の放送で触れることになると思います。さて、2番目の回答ですが、これは異界文学が提示する、非日常的で不可思議な存在、それや出来事について考えることを通じて、逆に私たちの日常界の性質に気づくというものです。
これは私たちがよその土地に旅行をして、そこで自分の地元とは異なった景色、風俗、習慣などに触れ、改めて自分が浸っている習慣を見直すという具体例でご説明すると分かりやすいかもしれません。ここで本日の第2曲目をお送り申し上げます。マルレーネ・ディートリヒの歌で Das ist Berlin、 これがベルリンです。1965年にリリースされたベルリン賛歌、ベルリンを称える歌です。ディートリヒはベルリンの出身です。1930年に出演した映画嘆きの天使が大ヒットして、彼女は一躍スターダムにのし上がります。で、同じ年にハリウッドに招かれてアメリカに渡りますけれども、その後ヒットラーが政権に就いたことからドイツには戻らず、アメリカの市民権を取得しました。しかし彼女のふるさとベルリンへの思いは変わることがありませんでした。この歌は彼女の作詞ではないんですけれども、彼女のそうした思いが込められています。彼女は晩年パリで暮らしていましたけれども、1989年のベルリンの壁崩壊の際にはとても歓迎して、私は生粋のベルリン子よと叫んだとのことです。で、亡くなった時には、ベルリンにある彼女のお母さんの母の墓、お母さんの母でお母さんの墓、その隣に埋葬されました。で、この歌はベルリン賛歌といっても、手放しでベルリン最高と歌うのではなくて、ベルリンを好きな人も嫌いな人もいる、称賛と酷評が隣り合わせだ、ベルリン子は人が転んでも助けはしないが成功したならば心から拍手する、で、ベルリンは私の観客よといった内容の歌です。ストレートの表現はないのですけれども、それでもベルリンへの愛着が感じられます。ではお聞きください。マルレーネ・ディートリヒの Das ist Berlin、 これがベルリン。三角山放送局、異界文学を読むことの意味についての話を続けます。で、3番目の回答ですが、これは1番目や2番目の回答と関連します。で、それは異界文学に触れることで今の時代に生きる私たちの考え方、思考法の基本的な特徴に気づくというものです。例えばフランツ・カフカという作家が描く物語世界では、すぐ近くにある城、この城にたどり着けなかったり、何の理由もなく逮捕されたりします。で、主人公はこの理不尽な状況を何とか解明しようとしますが果たせません。その際、主人公の努力は極めて合理的で、それ自体は辻褄の合うもので、私たちにはよく理解できます。しかし、その思考法では状況は解明できません。にもかかわらず、何かを解明しようというときに、理屈を立てながら論理的に考えを進めていく方法しか、私たちには基本的には持っていません。この考え方を、近代的合理的思考法と呼ぶことができますけれども、この自明なものとなっている思考法を自覚して、これを再検討する。そのきっかけを異界文学は提供しているということです。以上、なぜ異界文学かに対する3つの回答、超自然力、現実の再考を再び考える、近代の検証をご紹介しましたけれども、これらはもちろんこれからの放送でも繰り返し取り上げることになるはずです。で、第2回目の放送ですが、ここでは浦島太郎を取り上げました。なぜかと言いますと、浦島太郎に似た話は世界中にあります。で、そこからこの物語が異界文学に普遍的な要素を含んでいると考えられるからです。別の言い方をすれば、浦島太郎は異界文学、あるいは異界訪問譚とも言いますが、この基本的な型を持っていると見なすことができるからです。で、現存する文献で最も古い浦島物語は、私たちが知っているものと少し内容が違っています。で、そのあらすじを申しますと、主人公が船で眠っていると、亀が美しい仙女、仙女は仙人の仙と女性です。
仙女に変身し、主人公蓬莱さん、これは楽園ですね、に誘います。で、蓬莱さんで3年過ごすが、主人公は帰りたい、帰郷願望、帰りたいという願望を抱きます。そうすると、この仙女、乙姫様ですが、は、開けるな、開けてはいけないというタブーを課して、玉くしげ、玉手箱を渡します。で、帰ってみると、異界では3年間であったはずなのに、人間界では300年が経っていました。で、主人公は驚きのあまり、タブーを破って、玉くしげを開けてしまうと、その体は空に飛び去ってしまうというものです。ここに現れる眠り、仙女、異界の楽園、帰郷願望、タブー設定とタブー破り、時間のスケールの相違は、洋の西洋を問わず、異界訪問探の基本的な筋立てなのです。で、これらの確認事項を踏まえて、第3回目の放送では、ドイツのタンホイザー伝承と、この伝承の元と考えられるスコットランドのバラード、歌人トーマスを取り上げて、浦島太郎とも共通する異界訪問探特有の道具立てについて確認しました。で、さらに第4回目のケルトとゲルマンについての考察を経た後、今度は異界存在に注目しました。第5回目は、水鳥について、第6回目では竜とドラゴンについて、異界物語を参照しながらその特性を検討しました。で、水鳥については、予言能力、美しい声、美声、誘惑する存在という特性。竜とドラゴンの方については、超能力、飛翔、飛ぶ、飛翔能力、貴重なものの守護者、守る人、という特性が認められました。で、続く第7回目の放送では、タブーと異界の相対性というテーマを取り上げました。タブーにはその違反が決定的な破壊をもたらすものと、むしろ破った方がいいものとが存在することを確認しました。で、さらに誰の目から見た異界なのかという観点を設定するならば、異界は相対的なものになるということについて触れました。つまり、もし異界存在とされるものの視点を考えれば、そこからは私たちの日常界の方が異界に移るわけです。そしてこの発想は近代以降の異界文学では強まっているように思えます。で、第8回目の放送でついにメルジーヌ物語を取り上げました。ついにと申し上げたのは、それまで数回にわたって検討してきた異界物語の特徴や異界存在の特性が全てと言っても過言ではないほどこの物語に現れているからです。美しい妖精のメルジーヌと、亡我状態にある、我を忘れた、つまりこれは眠りの状態と同じなんですが、そういう状態にレモン団が出会うのは森の中の泉のほとりです。メルジーヌはレモン団が、抱えている悩みを知っています。これは賢い存在だということです。で、知っていて彼に結婚による救済を申し出ます。ただし、それには彼女の正体を詮索しないというタブーが付随しています。で、二人は幸せな結婚生活を送るのですが、兄にそそのかされてレモン団はタブーを破ってしまいます。その結果、メルジーヌは元の半人半蛇、上は人間、下は蛇の姿に戻って空の彼方へと飛び去ります。この場面のメルジーヌの姿には言うまでもなく、竜ドラゴンのイメージがあります。で、このようにメルジーヌ物語は、それまで指摘してきた、異界存在の特徴をほぼすべて備えているわけです。続く第9回目で、メルジーヌ物語の筋立てに直接影響を与えたと思われる作品に目を向けて、その類似点と相違点を確認し、さらに、後続の作家への影響に目を向けました。そして、まずはゲーテの作品におけるメルジーヌモチーフに注目し、特に彼の青年時代の作品、若きウェルテルの悩みに、この作品、若きウェルテルの悩みでは、このモチーフが重要な役割を果たしているということを述べました。で、第10回目の放送では、ドイツロマン派作家フケーのウンディーネを取り上げて、物語の流れを追いました。ウンディーヌはしばしばメルジーヌと同一視されますけれども、
この物語も異なった世界の者同士の結婚、タブー設定とタブー破り、妖精の現実界からの消失、消え去るということですが、こういう点でメルジーヌ物語と共通性を持つことを紹介いたしました。しかし同時に小説ウンディーヌでは結婚の動機が魂の獲得であろうと、また三角関係が設定されているということがメルジーヌ物語との相違であり違いであり、その点に両作品の時代背景が反映されているのではないかと推測しました。以上お話申し上げましたように、異界文学の流れを追いながら、私たちはメルジーヌモチーフにたどり着き、さらに19世紀ロマン派の時代までやってきました。このモチーフを念頭に置きながら、これからの放送でもさらに近代の異界文学を見ていきたいと思います。で、それに関して一つ指摘しておきたいことがあるのですけれども、その前に、本日の第3曲目をお送り申し上げたいと思います。本日の第3曲目は、かつて日本でも人気を博したアメリカの歌手ペギー・マーチが歌う Mit 17 hat man noch Träume 17歳はまだ夢があるのという歌です。彼女は1947年生まれで、まだ Little Peggy March と呼ばれていた14歳の時に I will follow him という歌を歌いました。この曲が世界的に大ヒットしたことはご存知の方も多いことと思います。彼女はアメリカだけでなくドイツでも活躍しています。日本でも自分の歌や日本の歌を日本語で歌っていますけれども、もちろんドイツ語でも実はいろいろな歌を歌っております。この17歳はまだ夢があるのという歌は、1965年に彼女がドイツのバーデンバーデン州で開催されたドイツ歌謡音楽祭、これに参加して優勝した時の曲です。内容は、17歳はまだ愛を夢見るの。年を取ると夢は消えてしまうけれど、若い時にはそんなことは思いもしない。若者は何が許され何ができるかなんて尋ねない。自分の目で世界を見ているつもりなんだけれども、その世界は現実離れしている。年を取れば夢は消えるなんて、はち切れそうな若者は思ったりしない。というものです。ほんの少しだけ若さに対して距離を見せるところがありますけれども、基本的には手放しの青春参加です。ではお聞きください。ペギー・マーチの Mit 17 hat man noch Träume 17歳はまだ夢があるの。三角山放送局、異界文学の話を続けます。先ほど近代の異界文学に関して一つ指摘しておきたいことがあると申しましたけれども、それについてお話しいたします。それは特にロマン派以降の文学に登場する異界存在がメルジーヌのような異形、異なった形と書きますが異形を取ることがめっきり少なくなったという印象が、少なくとも私にはあるということです。例えば水の妖精ウンディーネは別に体のどこかが動物の形をしているということはありません。で、姿形は人間と違いはないのです。ゲーテの新しいメルジーネという物語に登場する小人の王女も異形ではありません。それはなぜなのでしょうか。もちろん民衆本の世界では異形とか驚々しいものが相変わらず登場し続けていることでしょう。しかし普通私たちが目に触れる、私たちが見る、私たちの目に触れる出版物の世界では日常的に異形が登場すると、日常界に異形が登場するということはまずないと言えましょう。その理由については、まだ推測の域を出てはいませんけれども、一つには、特にヨーロッパでは近代という時代が進むにつれて、
自然科学をはじめとする諸々の学問が発展し、そのおかげで人間の自然あるいは外界への知識が増大し増えます。その結果、それまで未知であり脅威であったものが大幅に減少した、少なくなったということがあるのではないかと思います。で、そのように賢くなった近代市民にとっては、異業はもはやアピールする力が弱くなったのではないか。異業など子供騙しに移るようになったのではないかと私は今のところ想像しております。で、ウンディーネが魂の獲得ということを口にしているように、異界存在の求めるものがどちらかというと内面的なものになり、以前よりも抽象的な色彩が濃くなっているような気がします。また、異界存在がメルジーヌのように超人的な建設能力、経営能力を持っていたり、ウンディーネのように処刑能力を備えているというケースも稀になっていくように見えます。このようにメルジーヌモチーフ、異界存在の姿が変化しているのですけれども、これについてはさらに次回以降の法則で考えていくことになると思います。以上、異界存在像の変化のお話でした。で、今日最後にお送りする曲は、ペーター・マファイという歌手が歌う、Ich wollte nie erwachsen sein、大人になんてなりたくなかったという歌です。で、これは、ごめんなさい、1993年にリリースされた子供向けの歌です。で、ペーター・マファイは1949年、ルーマニア・ズィーベンビュルゲン生まれのシンガーソングライターで俳優でもあるというタレントです。ドイツトップクラスのアーティストで数多くのヒットアルバムを持っております。で、今申し上げたルーマニアのズィーベンビュルゲンという場所は、もともとドイツ人入植者が多数暮らしていた地域ですけれども、このマファイは、1963年に14歳で両親と一緒にドイツバイエルン州に移住しました。そしてすでにその翌年からバンドを結成して音楽活動を始めています。で、お送りする If Wollte Nie Erwachsen Sein は、シンガーソングライターのロルフ・ツコフスキーの作品にこのマファイが曲をつけたものです。で、この曲は子供向けのコンセプトアルバムの中の一曲です。コンセプトアルバムとは、あるテーマあるいは物語に沿った歌や曲を、組み合わせて、それに歌や曲によって構成されるアルバムのことを言います。で、このアルバムにはタバルーガというドラゴンが登場しますけれども、そのドラゴンが出会った亀のネサージャが歌うのがこの歌です。で、異界文学っぽい存在が登場しています。亀のネサージャはこう歌います。自分は大人になりたくなかった。いつも身を守ってきた。体の外側は石のように硬いけれども、傷つけられることがよくあった。心の底では子供のままなんだ。それを感じられなくなるとき、僕はもう終わりだってわかるんだ。こういう内容ですけれども、大人になってしまった私たちの心にも響くものを持っております。ではお聞きください。ミフォーテニーワクセンザイン、大人になんてなりたくなかった。今お聞きいただいた歌は、子供であること、子供であり続けることを称えているように聞こえます。私は無条件に子供は純粋無垢だとは思いませんけれども、それでもやはり子供には日常離れしたところがあるとは思います。子供は私たち大人にとっては当たり前のこと、自明のことに驚いたり、疑問の目を向けたり、あるいは日用品をこちらが思わぬ形で遊び道具にしてしまうというところがあります。これらは日常的な見方からすれば逸脱、外れてしまうということになるんでしょうけれども、ポイントはそれを大人がどう捉えるかというところにあると思います。この逸脱をただのくだらないもの、く
くだらないことと見るか、そこに何か面白いものがあるかもしれないと考えるかの違いでしょう。で、決してどちらが正しいかということではありませんけれども、この子供の逸脱をどう捉えるかという問いは、異界文学をどう捉えるかという問いと結構重なり合っているような気がします。いかがでしょうか。それでは今日はこのぐらいにしておきましょう。次回はワーグナーの初期の歌劇、妖精の話からスタートするつもりです。で、ちらっとプッチーニの遺作、トゥーランドットの名前も出てくることと思います。どうかご期待ください。では次回もぜひお聞きください。Also, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss!